今日はですね、アタリが誕生して50周年ということで、昨年からね、アタリアニバーサリー記念商品というのがいくつも発売されているわけなんですね。はい、ということで今回はアタリのね、マニアがもうよだれを垂らして欲しがる超激レアな商品を紹介したいと思います。ただですね、日本国内ではアタリの人気が非常に少なくてですね、今回のアニバーサリー商品もね、全く盛り上がっていないわけなんですね。しかもですね、例えばね、プレステ5なんかだとの動画を出してるのはね、日本で何千人もいるわけなんですけども、アタリがね、出した VCS というね、最新ゲーム機に至っては日本国内で動画を出してるのは僕一人という状況だったりするんですよ。ということでね、アタリのね、人気はちょっと日本ではね、低いんですけども、数回に分けてこういったね、商品を紹介してみたいと思います。はい、それではね、どういった商品かと言いますと、こちらになります。はい、こちらなんですけども、アタリのカセットが10本セットになって販売されているんですね。で、このゲームそのものは、40年前にぐらいにね、発売されたものと全く同じなんですけども、パッケージデザイン、そしてね、マニュアル、カセットデザイン、こういったものがね、すべて一新されています。で、こういったね、バッジや、キーホルダーなんかのね、記念グッズなんかもね、同梱されているわけなんですね。はい、でこの10タイトルなんですけども、新しくね、再販されているとはいえ、数十年前のね、あたりのゲーム機でね、問題なく動くようにね、設計されています。でこのカセットなんですけども、上にね、アクリル板がついていて、このゲーム機の電源を入れるとね、この光るようになってるんですよね。かなり凝ったデザインですよね。でこういったね、設計や生産も全部アメリカで行われていて、こういったパーツやね、部品なんかもかなりね、高品質なものが使われているそうなんですよね。でカセットはね、一体どういったものがね、あるかと言いますと、いくつかね、紹介しますと、こういったね、アドベンチャーというね、この非常に有名な名作ゲームですよね。その他こういったね、ヤーズリベンジ、はい、もうアタリの誇る天才プログラマーハワード・スコット・オーショーがね、作ったこちらも名作ですよね。はい、その他こういったね、シューティング、アタリで言えばね、これ非常に名作の、アステロイド、こういったものがね、入っています。でね、これ値段がね、ちょっとびっくりするんですけども、$999.99ということで、今の為替レートだとどれぐらいですかね。$1.135と計算しますと、なんと135,000円にもなるんですよ。非常にね、高額なね、ソフトということになるんですけども、これソフト1本あたりにすると13,500円なんですよね。当時ね、スーパーファミコンの頃って非常にソフトが高かった時代ありますよね。あの時を考えると、1万超えのソフトって、結構あったりしたわけなんですよね。ストリートファイター2なんか1万円超えてますし、この早指し森田将棋なんか15,000円近い値段がしてたり、クロノトリガーだとかね、ダービースタリオン、こういったソフトも、軒並み12,000円、13,000円近くしてたりするわけなんですよ。ちょっとゲームはかなり古いとはいえ、これ一からね、パッケージデザイン、カセットデザイン、全部ね、再設計、再生産し直して、かなりお金がかかっている、ね、ソフトを考えると、1本あたり13,500円ってね、決して高くはないのかなと思ったりするわけなんですけども、でね、これ、マニアがね、欲しがるって言ったのは一体これ、なぜかというと、これ、生産本数なんですよ。このソフト、10本セットのね、このソフトなんですけども、世界でわずか100セットしか発売されてないんですよ。で、これね、もう言いたいことがたくさんあるんですけども、わずか100セットだけの販売って、これ、採算は取れてるの?って思うんですよね。このアメリカのね、非常に高い人件費のね、国で、生産、製造されてるわけですよね。もう一からね、もうイラストから、もうカセットのデザインから、何から何までね、設計して、ね、で、これ金型作って、工場でね、このカセットを作ろうと思うと、最低ロットがね、1000本とか2000本とか作らないと、なかなか、採算取れないんじゃないかなって思うんですよね。100本だけってどうなのっていうこと。そして、日本ではね、アタリのファンが少ないとはいえ、全世界では、もう何十万人ってアタリのファンいるわけなんですよね。コアのファンっていうのは、数万人かもしれないけど、
これね、100セットじゃなくて、まあ、1000セット、2000セットでも、まあ、全然売れてたと思うんですよ。なのにね、これ100セットだけっていうこの数がですね、おそらくまあ日本の方だとわかると思うんですけど、日本のファミコンカセットでも、要は限定商品とかありますよね。まあ、例えばファミコンの影の伝説、これ、このヤマキめんつゆバージョンとかいうのがあるんですけど、これなんかプレゼントされて、応募してね、まあ、2000本とか3000本かぐらい、まあ、出回ってる影の伝説のヤマキめんつゆバージョンとあるっていうのがあるんですけど、まあ、ステッカーがポンと貼ってあるだけで、まあ、中身はね、もう当時のもうノーマルバージョンと全く同じカセットなんですけど、まあ、これがね、まあ、箱とか全部付きついていると、もう5倍、10倍の値段がついてるわけなんですよ。で、まあもうノーマル版と違ってちょっと価値があるということなんですけど、このあたりのね、このセットなんですけど、わずか100セットなんですよ。ね、この3000本しかないソフトでも、もうね、もう10倍、20倍の、ね、価格で取引されてるのに、でこの世界で100セットと考えると、これもう10年後20年後ちょっと恐ろしいことになりますよね。まあ、日本でもね、このヤマキメンツ以外でもですね、エグゼドエグゼスのなんかこのシルバーステッカーとか、まあ、ゴールドステッカーとかありますよね。まあ、シルバーステッカーなんかだと、まあ、数が結構多いみたいなんですけど、まあ、ゴールドとかプラチナとかになるともうめちゃめちゃ高くなるわけですよね。で、これも中のソフトはノーマル版と一緒で、ただステッカーを貼るか貼らないかの違いだけで、もう値段が何十倍にも跳ね上がってるわけなんですよね。まあ、一番安いシルバーも、まあ、1000枚とか2000枚とかね、3000枚とか、この市場に出回ってるというわけなんですけど、まあそれでもやっぱり、結構箱とかね、全部綺麗なものが揃ってるとすごい値段になるわけなんですけども、まあ、機動戦士ガンダムなんかのね、このファイナルバージョンみたいにプログラム自体がね変わっていて、ノーマル版とね、このゲームの中身自体が変わってたらもっともっと高くはなってたと思うんですけど、まあそれでもね、もうこの全くパッケージデザインからイラストから何からね違うわけで、しかもこれね、世界で100セットってね、なんかもうおそらく10年後20年後にはなんかもう10倍どころではもう収まらないのがもう目に見えてますよね。もう世界ではね、もうあたりの熱狂的なファンっていうのがねたくさんいますからね、それを思うとね、確かにこれ13万5000って一見高く感じるんですけども、もう10年後20年後のことを考えたら、もうこの13万5千ってもう超激安だと思うんですよ。どうですか？いやー、もうほんとね、いや最初パッと見た時に、うわ、なんでこんな古いソフト13万5千って思ったんだけど、この100セットっていうのを見た瞬間にね、あー、これ買いかと思ったんだけど、もうね、とっくにこれちなみにもう完売してます。もうね、今がね、この動画見てね、よし買おうと思って方、もう手遅れです。手遅れです。はい。いや、これ僕もね、もう100セットっていうの知ってたらね、何が何でも、まあでもね、これもう多分争奪戦になってたと思うんでね、もう多分買えなかったと思うんですけど、これ買えた方はもう超ラッキーだったと思います。はい。で、ちなみに日本でもうファミコンがもうあと何年かな？したら50周年記念になるんですよね。まあ、ファミコンはこうマニア向けの製品出さないんであれなんですけど、もうね、ニンテンドーもちょっとこういうプレミアムで、ニンテンドーもこういうことしたらなんかもうマリオとかね、カービィとか10本ぐらいをね、もうなんかもうちょっと特注のデザインのカセットだとかパッケージにしてなんか売り出したら、もうなんか10年後とか20年後になんか恐ろしい値段になりそうですよね。もうゴールドステッカーでなんかもう金メッキのなんか投資番号をつけてなんか、いや、まあ任天堂はね、まあこういうことはやらないんですけどね。はい、ということで、まあ辺りはね、こういった100セットのみのね、まあもっとたくさん発売しても売れたんじゃないかなと思うんですけどね。まあこの100セットなんか売ったとしてもね、たかが知れてますよね、この会社自体はね。これ買った人の方が多分10年後20年後のことを考えたらもう大儲けできるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、
ということで、まあ、今回ね紹介した、10本セットの、ね、商品以外にもですね、こういったヤーズリベンジの実は続編が出てるんですけども、まあ、本家あたり2600では、まあ、発売されてないということで、まあ、スイッチとかプレイステとかではどうもねパソコン版とかでは遊べるみたいなんですけど、はい、ということでこの2600で遊べるヤーズリベンジの続編リミテッドエディションというのがね、まあ、発売になっているということで、これもねもうカートリッジから何から全部、このね一から作ったものになるみたいですね。はい、でこれヤーズリベンジっていうと元祖のね製品はもうミリオンヒットでね100万本以上売れた大ヒットなんで、まあ、数が出てるんで中古でもねそんなに高くないんですけども、これは限定生産ですかね、もう売り切れちゃってるので、まあ多分これももう1000本とか2000本ぐらいしか発売されてないと思うので、もう10年後20年後には、まあ、おそらく数倍にはなるかなというふうに思います。まあ、その他にもね当時発売されなかったソフトが新しくね2600番として発売されてるんですよね。まあ、結構いいお値段するんですけど、まあ、全部もう限定生産ということで売り切れになってますし、まあ、これももう10年25年後には値上がりするのかなということで、まあ、3タイトルぐらいがねこの当時未発売だったソフトが新しくねデザインされて販売されてるみたいです。はい、どれもねもう売り切れちゃってね、もう買うことはできませんけども、僕もちょっとねこのページ見るまでねちょっと知りませんでした。はい、ということで、まあねこの会社って何なの、もうなんかもうマニア向けの商品を売る会社なのっていう感じなんですけど、でもっとね一般的に数を制限せずね販売してくれればいいと思うんですけどね。はい、ということで、まあ、今回はね、このアニバーサリー記念ということで、10本セットのね、超激レア商品を、紹介しました。ということで以上で動画終了になります。